これ手です。手か、手とか言って、手とか言って。 これも私紙にこうやって手置いて、こうやって、でそれをこういろいろな方向から出たところに手の中にこう模様をちょっと入れて、それなんか入れていくみたいなのをやりながら考えるみたいな感じですね。作りながらひらめくというか。ヨースタープレゼンツ、クリエイティブトレイン。クリエイティブトレインへようこそ。ナビゲーターの便利屋68社長の陸八もあるよ。毎回注目のクリエイターを紹介するクリエイティブトレイン。みんながどんなことをインストールしているのか、いろいろな角度からインタビューをしていくわ。今回のゲストはこの人。まずは自己紹介からよろしくね。切り紙作家の矢口かな子です。出身地を教えてもらえる？ご出身千葉です。千葉、はい、千葉のどちら？柏市です。柏市、はい、今よりも自然豊かな場所だったので、とにかく庭で遊ぶという日々でした。はい、あと近所というか畑があったので、そこでなんかお芋掘りしたりとか、おばあちゃんが作っているトウモロコシを一緒に収穫したりとかっていう、すごく千葉とは思えない田舎の生活を本当に子供の頃はしてました。好きな鉄道路線は何？本当に近所が、都電荒川線なので、結構ゆっくり走る路面電車ってなかなかないので、よく近所に行くときは乗ったりしますけど、基本的にはもう中学の時から越境をしてたので、山手線はずっと乗ってます。はい、電車乗ったりしてるってどんなことをしてる？私は結構ぼんやりしてますね。外の風景を見ることが多いかもしれない。タイムマシンがもしあったら、過去と未来どっちに行きたい？未来。なぜですか？見れないかもしれない未来かもしれないので見てみたいです。100年とか200年とか、すごく、まあ、1000年でもいいですけど、もう本当地球どうなってるかなって見に行ってみたいです。はい、気になる答えがたくさんあったわね。もっと話を聞かせてもらおうかしら。クリエイティブトレイン、チャンネル登録お願いね。あまり友達もいず静かというか、家で、それこそ本当に家で遊んでましたね。うち兄弟が2人、妹が2人いて、3人姉妹なんですけど、それで十分だったので、妹たちと喧嘩しながら遊びながら育った感じ。もうそれは父が、なんだろう、手に職をつけるじゃないですけど、何かこう、なんていうんですかね、なんかこう自分で生きていける術を見つけてくれるような学校に進んでほしいっていう意向がありまして、それでいくつか選んでくれて、たまたま受かったというか。はい、まあ、中学受験普通にして入りました。だから私がなんかどうしても行きたいとかってのはなかったんで、基本的に受け身な人生ではありましたね。もともと女子美術大学の附属中学っていう中学校で、普通校なんですけど美術の多い学校が中学かなって、そこを10年女子校で、はい、もう主張の強い個性的な女の子たちに囲まれて、これだとこう埋もれるなっていう感じです。鍛えられました。で、まあ、環境的には
こうあるんですけど、でも切り紙って別に誰かがこうやっているものではなかったので、伝承文化というか、なのでそれをじゃあ何かしようっていうのってものすごくこうきっかけが曖昧で、あのただ他の人がやってないことをやらないと、あのきっと私は何だろう、私自身の表現みたいなものをこう探してる途中で誰もやってないことだなっていうのに、なんかふとした時に気づいたので、それがなんかこう形に少しずつ少しずつなっていったっていうだけなのですね。なのであまりこうすごいこうこれだっていう雷で打たれたようなきっかけがなくて、本当に自然に周りの人とかの話を聞いたり意見があって、それが少しずつこう積み重なって、あ、私これできるかもっていう風になっていったっていう感じです、うん、はい。そうですね、まあ、中高はそのままこう、まあ、奔放にというか楽しくやってきましたけど、やっぱり大学がすごく大きくて、大学で同じようにあのデザイン、大学ではデザイン専攻になったんですけど、そもそもこうデザインするっていうことがまだこう理解できてない多分学生だったと思うんですけど、その時にこうなんかこう自分で作って自分で売ってっていうすごく原始的でシンプルな生き方ってできないですかねっていうのを先生と話したりとかするきっかけがあって、先生はどうかなっていう感じだったんですけど、あのその時にもう卒業制作で切り紙をモチーフにしたこうテーブルとかっていうので空間演出の作品を作ったんですね。まあ、それも結構こう先生にどうかなっていうあの批判もいろいろ意見もありましたけど、いや私これやりたいんですって言って作らせてもらったというか、でそれがまあかなりこうじゃあこれで食べていけるかなっていうのの最初のきっかけだったかもしれないですね、うん、クリエイティブトレイン楽しんでくれたかしら。次回はいよいよインストールを聞いてみるわ。次回も見逃しちゃダメよ。この番組はヨースターの提供でお送りしました。この番組が面白いと思った人はぜひ高評価とチャンネル登録を、そして公式ツイッターのフォローもよろしくね。